はい、ということでちょっとレコードディグが、終了したので今からですねちょっと映画を見に行きたいと思います。はい、はい、ということで映画館に着きました。この作品を見ます。ローリングストーンズ Life and Death of Brian Jones。 はい、ということで行きたいと思います。はい、はい、どうもデジタルレコードです。ということでですね、今終わりました。いや、すごかった。すごい内容でしたね。ということでちょっとまた後ほどレビューをしたいと思います。はい、はい、どうもデジタルレコードです。はい、ということで今ちょっと帰ってきました。はい、ということですね、この買ったレコードとちょっと今日見た映画を紹介します。はい、こちらですね、ローリングストーン、Life and Death of Brian Jones。 はい、ブライアン・ジョーンズの、生と死という映画なんですけども、はい、買ったレコードですね、こちらです。はい、こちらもまたこれですね、ブライアン・ジョーンズ。はい、ということで、はい、衝撃だったのはですね、この映画です。いや、これはですね、めちゃくちゃ衝撃的でした。はい。まあ、没後55周年記念公開ということで、まあ、ちょうどですね、本日、2024年の1月27日から、公開されたということで。はい。ということで、これですね。いやー、すごかったです。はい。ブライアン・ジョーンズに関してはですね、このブライアン・ジョーンズ、孤独な反逆者の肖像という本がありまして、まあ、この本はブライアン・ジョーンズに関する本で一番最初に出た本なんですよ。はい、1980年代初頭だと思うんですけど、はい、いろんな人にいろんな関係者にインタビューして、まあ、父親とかいろんなね、そのバンドメンバーとかキース・リチャーズもインタビューしてて、はい、1982年、マンデル・アフテルという人が書いた本で、まあ、この中にですね、結構、まあ、ブライアンの、まあ、浮き沈みっていうのが書いて、まあ、ブライアンはどういう人物だったか、どういうふうに、まあ、ローリングストーンズを作って、まあ、ローリングストーンズっていうバンドの元々作ったリーダーが、まあ、ブライアン・ジョーンズだったんですけど、まあ、その、ブライアン・ジョーンズがそのバンドの中で、こう、最初リーダーだったのが、まあ、キース・リチャーズと、ミック・ジャガーに取って代わられて、で、だんだんドラッグとかに溺れて、みたいな感じですね。まあ、そういう感じで、まあ、ローリングストーンズクビになって、で、亡くなってしまったっていうところまで書いてるんですけど、まあ、こちらのドキュメンタリーはですね、まあ、Life and Death って書いてるように、まあ、ブライアンが生きていた時代のことも、が一番、全部ですね、90分ぐらいの映画なんですよね。はい。スペインの映画かな？スペインの映画みたいですね。はい。ダニー・ガルシアという人が書いてますね。最初の1時間ぐらいはブライアン・ジョーンズがどういう生きていた頃のブライアン・ジョーンズに関してなんですけど、最後の30分間、これがですね、ブライアン・ジョーンズが、まあ、謎の死ですね。どうしてブライアンは死んだのか、亡くなったのかということに関して、言っていて、もうこの30分がですね、もう息を飲むような感じですね。本当ジャーナリスティックな性格が強いです。ブライアン・ジョーンズに関してはですね、ブライアン・ジョーンズ、ストーンズから消えた男とかでも、まあ、いろいろこう、そういう映画がありました。2005年ぐらいに。はい。ストーンドっていう映画だったと思うんですけど。あれも、昔見たんですけども、まあ、あれではですね、まあ、ブライアン・ジョーンズはどうして亡くなったか。まあ、謎の死に関する映画だったんですけど、まあ、フランク・サラグッドという庭師にですね、まあ、庭師というか、まあ、リフォームとか、をしている、まあ、建築業のフランク・サラグッドっていう人に、まあ、殺されたと。プールの中に沈められたっていうふうに、そういうようなことを映画化したやつなんですけど、またこちらですね、またちょっと違うんですよ。あ、ちょっと違うというか、またさらに、それよりさらに奥の真相っていうのが分かったんですよね。はい。で、まずこれ、ブライアン・ジョーンズ。結構ですね、まあ、一番最初はブライアン・ジョーンズはどういう人物かっていうようなことを、がテーマになってまして、結構、この、ブライアン・ジョーンズっていう、このね、孤独な反逆者の肖像、この中のインタビューもですね、全く同じインタビュー、ブライアン・ジョーンズの父親のインタビューも使われてて、で、それがですね、全く同じこと書かれ、映画と全く同じことがこんな書かれてるんで、多分、このアンディ・マフテルっていう方は心理学士かなんかで、はい、精神治療科の専門家で、非常にですね、
精神分析的なところからブライアン・ジョーンズがどういう人物だったかっていうのをちょっと捉えているようなところがあって、全てで40時間のインタビューをしてたみたいな。多分テープに撮ってたかなんかしてると思うんですよね。はい。確かテープに撮ってたって言ってたんですけど、もうなんか書いてるんですけど、そのテープの中の音源が使われてるのかも、使われてるんだと思います。はい。全く同じこと言ってて、ブライアン・ジョーンズっていうのはですね、非常に、ちょっと高圧的な父親に育てられて、2歳年下の妹がいるらしいんですよね。その妹が、ブライアンが4歳の時に亡くなったらしいんですよ。で、そのまた2年後かなんかに妹が生まれて、っていうような背景があって、お父さんとお母さんはその妹をですね、特に、可愛がったらしいんですよ。それで、ブライアン・ジョーンズは、孤独感を感じていたんじゃないか、みたいな、なんかそういう背景も、人物の背景も語られてて、で、もともと、お父さんがですね、ピアノを鳴らせたり、音楽を鳴らせたりして、クラシックの方向に行かせたかったのかな。知能指数も非常に高かったみたいで、この中でも書かれてるんですけど、135ぐらいあったって、中学語ってるんですね。135ってかなり高い方なんですよ。だいたい100人に1人ぐらいの割合かな。で、いて、だいたい、メンサっていう、そういう、知能指数が高い人たち、あれが確か130以上なんで、かなり非常に高い部類に、いた人物なんですけど、もともとクラシック音楽をもうやってほしかったらしいんですけど、だんだんジャズの方にのめり込んでいったと。それで、そのジャズからさらに、ブルースにのめり込んでいって、ブライアンが住んでいた、チェトルナムっていう街なんですね。チェトルナムって町の中流階級の中の結構裕福なところに生まれてですね。そこにですね、アレクシス・コーナーズっていうイギリスのブルースの父って言われている人が、このコンサートに来た時に、ブライアンはそのコンサートを見て感激を受けて、自分の自分のアドレスっていうか、そういう自分の住所とか連絡先を出して、で、その後に、ブライアン・ジョーンズは、そのアレクシス・コーナーズについてロンドンに行くと。で、そこからそういうようなところで、で、そこからローリング・ストーンズっていうバンドを作っていくんですけど、はい。でも、結構素行不良なところがありまして、19歳の時にもうすでに3人の子供がいたとか、しかも結婚はしてないんですよ。そういうような、ちょっと、そういうところもあり、1965年までにはもう5人の、子供がいたらしいです。で、その5人の子供のな、5, あの5人の子供に自分のあの、尊敬しているジャズミュージシャンのジュリアンっていう名前かな。ジュリアンっていう名前をこう付けようとして、で、5人中2人はその名前らしいんですよ。で、その他の3人は、ちょっとその母親に拒否されたみたいなんですけど、はい。で、その後にいろいろね、ブライアンっていうのはもともとローリングストーンズのリーダーだったんだけど、で、最初の方は初期の頃は非常に支配的だったらしいんですよ。で、アンドリュー・オールダムっていう、そういうプロデューサー兼マネージャーが、ビートルズの元々広報担当だったんですけど、その人が、ローリング・ストーンズのマネージャー兼プロデューサーみたいなのをやって、で、そこから、キース・リチャーズと、ミック・ジャガーがですね、ちょうどですね、アンドリュー・オールダムと同い年だったんですよね。で、その3人で住み始めたみたいです。で、そのことはここには、この映画で言われてないんですけど、3人で住み始めたみたいで、で、それで、オールダムは、ビートルズに対抗するために、ローリング・ストーンズにも曲を書かせたと。で、その時にミックとキース、その二人が非常に、同い年で、もともと幼馴染というか、小さい頃から知ってたんで、その二人をコンビにして書かせたと。で、ブライアンにも、勧めたみたいなんですけどね、アンドリュー・オールダムは。ただ、ブライアンは、曲を書けなかったとか、書かなかったとか、いろいろ、まちまちなんですけど、実際にこういう映画音楽として、こう一応残ってるんですけど、ブライアンは曲を作ってたみたいです。曲は作ってたみたいなんですけど、ポップミュージックみたいな、そういうのは書けなかったみたいなんですよね。で、ブライアンはボーカルもやりたかったらしいんですけど、ボーカルはやっぱりローリングストーンとしては、やっぱミック・ジャガーがボーカルってことが決まってたみたいなんで、ボーカルっていうのはできなかったみたいな。そういうことも、この本にも書かれてて、そのことも若干ちょろっとこの映画の中で言われてます。はい。でですね、そのブライアンっていうのは、もともとですね、ルックスもすごいいいって言われてて、金髪だったっていうのと、カリスマがあったんでしょうね。なんかこう、雰囲気というか。そういうところで、一番最初の頃のストーンズでは、
大体ストーンズのメンバーに来るファンレターの半分以上がブライアンだったらしいです。はい。はい。っていうことで、でですね、そうですね。ただ、ブライアンは曲を作らなかったと。で、ローリングストーンズと、キース・リチャーズが曲を作って、そしてサティスファクションっていうね、大ヒットが生まれて、で、そっからですね、ブライアンの、このバンドにおける、この、リーダーシップってだんだん少なくなっていって、そのだんだんリーダーシップが、ミック・ジャガーとキース・リチャーズにこう移っちゃうわけなんですね。はい。ブライアンはですね、ローリング・ストーンズって結構なんかこう、ビートルズに対抗するためか、非常に、優等生の真逆のイメージで、で、そのアンドリュー・オールダムっていうそのマネージャーがですね、作り出したローリング・ストーンズのちょっと不良のイメージとか、あと、このサディスファクションっていう歌詞の、そういう、ちょっと不良っていうかなんかちょっとあまり上品とは言えない歌詞っていう、そういうのがですね、ブライアンはあまり好きじゃなかったみたいですね。で、その、キース・リチャーズと、ミックの書く音楽っていうのにも不満を持って。で、そして、その中でも、ブライアンはですね、様々な楽器を弾きこなして、ローリング・ストーンズの曲に、こう、いろいろ貢献していくんですけど、で、このアニータ・パレンバーグっていう、このドイツ人女優と付き合うんですけども、結局、アニータ・パレンバーグと、ブライアンっていうのは破局してしまうんですね。いろいろ喧嘩があったとか、なんかいろいろありましたけど、キース・リチャーズ、同じバンドメンバーのキース・リチャーズ、このサウンドトラックを作ってる現場にですね、キースはですね、ちょくちょく来てたらしいんですよ。で、それが後になって、いや、実はアニータ・パレンバーグにちょっと興味があったというか、関心があったんじゃないか、みたいな、なんかそういうことも言われてたんですけど。はい。で、ブライアンとですね、キースとアニータとか、あと数人かなんかいて、一緒にですね、フランスからモロッコに、旅行に行ったらしいんですけど、その時に、ブライアンが途中でこう入院するっていうことになって、その後に、キース・リチャーズと、アニータがくっついちゃうと。で、そのまま二人は結婚しちゃうんですけど、いや、これもですね、なんかこう、ひどいなっていう、この、ブライアン・ジョーンズ孤独の反逆者の肖像にはですね、非常にこう、ひどい、否定的にこう書かれてるんですけども、批判的に書かれてるんですけども、はい。で、そのことが、こう言われてたり、そういうことはですね、ブライアン・ジョーンズの、ドキュメンタリーとか、ブライアン・ジョーンズに関する本の中で、いろいろこれまでも語られてきたんですけど、いろいろね、その、二人とすごい親しかった人の証言も出てきて、二人は破局した後も毎日手紙でね、こう、やり取りはしてたとか、そういうような裏話も出てきたりっていう。でですね、その後にブライアンが、の性格が変わってしまったのは、別れた後からだったっていうね、ブライアン・ジョーンズのお父さんの証言がこう出てくるんですけど、それと全く同じことがですね、この中にも書かれてるんですよ。で、多分ここから、このテープが元になってるんじゃないかと思います。はい。はい。で、それは置いといて、でですね、ブライアンはドラッグの影響とかでそういうのもあって、いろいろあって、ローリング・ストーンズ最終的に脱退してしまうと。はい。で、ここまではですね、いろんなドキュメンタリーとかでも言われてたと思います。はい。ただ、この中でですね、結構こう、強めに語られていたのが、このドラッグですね。ドラッグ関係の、スキャンダルというか、そういったことで、使用した罪ということで、所持罪か。ドラッグを所持した罪ということで、ブライアン2回捕まってるんですよ。はい。で、2回捕まってて、その2回ともですね、どうやら、捏造だったみたいな、捏造というか、実際に警察がブライアンの家に押し入った時に、その大麻はあったんだけど、もうちょっと強めのコカインとかヘロインとか、ああいったドラッグは見つかってなかったんですけど、警察官によって捏造されたと。で、その当時ですね、やっぱりドラッグとか、カウンターカルチャーもそうですけど、そういったことは社会問題となっていまして、その政府側からするとですね、そういうものを使うっていうのは、社会の規律を乱す。特にイギリスの警官、イギリスの警察の中にはですね、非常にドラッグっていうことを使うのをですね、非常に好ましく思ってなかった。で、もっと言えばですね、ポップスターがいるからドラッグが、
まあ、はびこってしまう、若者がはびこってしまうんじゃないかっていうことで、やたらですね、ポップスターを敵視するというか、ポップスターを捏造、実際に麻薬を持っていなくても、まあ、捏造して捕まえるっていう、そういうようなね、警官も、悪徳なちょっと警官もですね、いたようです。1960年代当時っていうのは。はい。で、ロンドン警察の中にも、まあそういうような人はいて、で、ブライアンはですね、ドラッグを所持したということで、まあ、捕まっちゃうんですけども、まあ、それは捏造だったみたいですよね。で、その、警察に捕まった後ぐらいからブライアンがなんかおかしくなっていったみたいなことを言われてるんですけど、はい。で、まあ、これもお馴染みの通りですね、ブライアンはですね、A.A. ミランという、熊野プーさんの作者の、が住んでたっていう大きい家があるらしいんですよ。サセックス州かなんかに、イギリスの。で、そこに、それをブライアンは買い取って、1967年、8年ぐらいから住み始めるらしいですね。はい。で、最終的に、1969年、7月3日かなんかに、ブライアンは、プールの中で、水死体として発見されたと。はい。で、こっからです。こっからちょっとかなりネタバレになります。はい。で、まあ、そのブライアンの、まあ死因っていうのがですね、その当時の新聞には、ドラッグですね。お酒とドラッグを一緒に、まあ、お酒を飲んで低迷状態になって、ドラッグを使用した。そのことによって、水の中で溺れ死んだんじゃないか。っていうふうに、一般には言われて、まあ今もそうなってます。はい。ただですね、この事件には裏があるんですよ。はい。で、その裏について、まずですね、まあ、この中にも書かれてますね。この中にもいろいろ書かれてます。まあ、ブライアンの死亡解剖みたいなのをやったらしいんですね。で、その結果、まあ、心臓が肥大化していると。で、まあ、腎臓とかあそこら辺もな結構肥大化してて、まあ、お酒の飲みすぎっていうことですね。はい。で、まあ、ドラッグはですね、その非常に微量なものしか、検出されてないんですよ。体内の中に。まあ死因は水死なんですけど、で、血中アルコール濃度もですね、0.14% で、まあ初期の低迷っていう、まあ少しもフラフラしてるかなっていうぐらいで、そんなにですね、昏睡状態になるほどではないんですよ。はい。で、またここからがですね、すごいと思うんですけど、肺の中に入ってた水は、真水なんですね。つまり真水ってどういうことかっていうと、プールの中って塩素が使われてるじゃないですか。はい。要するに、ブライアンは、プールの中で死んでないんですよ。はい。真水なんで、肺の中にあったのは。となると、プールのどこか別のところで亡くなったっていうことなんですよ。はい。で、この、A.A. ミランっていう人の家をですね、まあ、こう、結構、まあ、航空写真みたいに見てもらうと分かるように、このプールの横にですね、小さいですね、なんか貯水池みたいなのがあるんですよね。貯水槽っていうかなんかこう小さい池みたいなのがあるんですよ。で、どうやらブライアンはそこで殺されたと考えられるみたいです。はい。で、そのフランク・サラグッドっていう、まあ、建築リフォーム業者みたいなのがいるんですけど、まあ、その人がですね、ブライアンが殺される数時間前に首になってるんですよ、ブライアンから。はい。で、首になった後に、そのフランク・サラグッドって人は、自分の、自分の業者仲間を連れて、ブライアンの家でパーティーをしてるわけです。はい。で、パーティーをして、で、その後で、ブライアンは殺されたんじゃないかっていうふうに言われてるんですけども、その当時ですね、ブライアンの家には3人いたって言われてるんですよ。ブライアン以外に。それフランク・サラグッドと、ジャネット・ローリンかな、なんか、看護師の方がいて、で、あともう一人が、アンナ・ウォーリンかな、アンナ・ウォーリンっていう、当時の、ブライアンと付き合っていたガールフレンド。その3人がいたらしいんですよ。はい。で、アンナ・ウォーリンが、そのブライアンをプールの中から引き上げて、蘇生をしようとしたらしいんですけど、実はですね、さらに、二人、人物がいたということが分かったんですね。
で、一人は、まあ、トム・キーロックっていう、まあ、その当時、ロードマネージャーとか、まあ、なんかそういう感じのことやってた人が、まあ、その人はですね、反社ともつながりがあったみたいですよ。はい。で、まあ、そのトム・キーロックと、そのジャネット・ローリンかな、なんかその、その当時、ブライアンが死んだ時にいた人、いた看護師の人と、その、トム・キーロックは付き合ってたんですよ。そう、恋仲にあったと。で、そのジャネットも、そのトム・キーロックから、いろいろと、脅迫されてたみたいで、真実を言うなと。はい。で、脅迫されていた。プラス、そのアンナ・ウォーリーも、その事件のすぐ後からですね、そのブライアンの、その家のですね、近くにいる村の人たちに、ブライアンは喧嘩で死んだってことをいろいろ言いふらしたらしいんですよ。で、その後にですね、まあ、同じくトム・キーロックから、それはもう言うなということを 言われて、スウェーデンに、まあ、その人はイギリス人じゃなくてスウェーデン人なので、スウェーデンに帰れて、で、スウェーデンに帰らされたらしいんですね。で、またトム・キーロックのお兄さんが、スコットランド警察の上層部にいた、みたいな。まあ、この本にも確か書かれてたんですけど、そのことも書かれてて、またですね、このキーポイントとなるジャーナリストの人がいて、そのジャーナリスト、その当時のジャーナリストがまだご存命で、なんか結構こう、若々しい感じだったんですけど、まあ、そのインタビューもね、この映画の後半で出てくるんですけども、まあ、そのジャーナリストがですね、その当時、そのブライアンの家に駆けつけた時に、一番最初に集まっていた20人ぐらいの警察官の人たちは、喧嘩で殺されたっていうことを言ってたらしいんですよ、その当初。で、その現場にですね、上層部の人が来て、その警察官の、そこに集まってた人たちに、いや、これ喧嘩っていうことは、言うなと。口止めをしたらしいんですよ。で、その現場を、ジャーナリストは見たらしいんですよね。はい。口止めをしたと。あともう一つポイントは、で、さらに心臓にですね、赤いなんかこう、点々が見られたらしくて、そういうな、血栓みたいなのがあるんですよね。血栓みたいなのがあったらしくて、それはですね、死ぬ時に苦しんでた状態だった。つまり、死ぬ時に意識があって、非常に苦しんだ時に、それがなるらしいんですよ。なんで、これは事件性がかなり強い。というふうに推測されると。で、さらにですね、フランク・サラグッドの、その当時、付き合ってた人、ガールフレンドか何かが、ブライアンが殺された2週間後にですね、半死状態で海岸で見つかるっていう。はい。そう、でですね、まあ、それも生々しく、こう、この映画の中で扱われていて、で、まあ、その人も、実は、その現場にいて、まあ、ブライアンが、そのフランク・サラグッドに殺されたっていうことを知っていたらしいんですよね。知っていて、なんかそういうことをいろいろ言ったりしたみたいな。そういうことでやられたんじゃないかと。まあ、2週間後にやられたんじゃないかっていうことも、で、その当時の地方紙はですね、まあ、その事件もブライアン・ジョーンズの死と関係があるんじゃないかと報じたんですけど、それも揉み消されてるんですよ。はい。でですね、ここからがポイントなんですけど、警察側はブライアンがドラッグと酒によって死んだ。こういうふうにしたかったんですよ。そういうストーリーを描きたかったんですよ。要するに。で、それはなんでかっていうと、まあ、その当時、やっぱ、まあ、まあ、カウンターカルチャーとか、そういう、まあ、カウンターカルチャーとか、ポップスターが、その、ドラッグと結びついていた。で、ブライアン・ジョーンズがドラッグで死ぬって、死んだっていうストーリーを作ることによって、まあ、ドラッグをしているとこうなるよって。そのことをですね、まあ、警察側は、まあ、世間に知らしめたかったと。そういう、フランク・サラグッドがやったという可能性は非常に高いんですけど、さらに警察が、それを隠蔽してドラッグのせいにしたっていうことにしたかったっていうことが書かれてるんですね。で、その当時の捜査記録っていうのは75年ルールというので、まあ、イギリスには75年ルールってあって、その事件が起こった75年後じゃないと、警察の調査記録とかそういったものは公開されないらしいんですよ。はい。なんで、真相は、まあ、実際には分からないんですけども。まあ、
75年なんで、あと25年したらですね、まあ、その当時の刑事 その当時の捜査記録っていうのが一般に公開されるんですけど、で私はですね、今回の映画を見て、まあ、確かに限りなくですね、ブライアンはフランク・サラグッドに殺された可能性が高いんじゃないか、まあ、その説はですね、改めて思いましたね、はい、ただこの映画でも言われたんですけど、その背景にアラン・クラインがいたとか、ミック・ジャガーがいた、キース・リチャーズがいたっていうのは、これは陰謀論だよっていうか、これは考えすぎだよっていう。アラン・クラインはそこまでするような男じゃないし、まあ、キースもミックもそこまで することはなかった。そこまでする動機はなかった。はい、あくまでも、フランク・サラグッドによる誤殺なんですよ。誤殺。誤殺っていうのは、偶然起こってしまった事件です。そういう事件ですね。でそこに、まあ、やっぱ警察の、そういう主役ですね。警察の、その、やっぱ、ドラッグ使用を助長してしまうポップスターの死っていうのをですね、まあ、使いたかったっていうことですね。その、ドラッグの危険性を周知させるための材料として。はい。で、その、そういうようなですね、1960年代の、その、今、イギリスの警察ですね、そういう、まあ、その、でっち上げとか、捏造っていうのがあったんですね、実際に。で昨今もですね、いろいろ、富士通のね、事件とかでもいろいろ揉めてますけども、まあ、いろいろのその、まあ、警察関係の、まあ、事件に関しては、いろいろ今もイギリスはいろいろ問題があるみたいです。はい、まあ、そのことはそれ以上は言えませんけど、はい。はい、ということで、はい、今回もちょっと、この映画についてちょっといろいろ語らさせていただきました。ということで、皆さんぜひ見てください。はい。ぜひ見てください。はい。で、改めてですね、やっぱブライアン・ジョーンズっていう人物は、非常に才能があった人物ではあるんですね。例えば、ワールド・ミュージック、今でいうワールド・ミュージックの先駆けとなるですね、ジャジューカっていう、モロッコの音楽ですね。アルバムも出てるんですけど、モロッコのそういう民族音楽を、まあ、ローリング・ストーンズの音楽の中に、まあ、取り入れようとしたりとかですね。まあ、その、ワールド・ミュージックをレコードでこう、少しアレンジを加えてね、まあ、発売したり、アルバムとして発売したりというふうにね、非常にこう先駆的な音楽っていうか、まあ、そのロックンロールとか、まあ、一つのね、ジャンルにこだわらず、その音楽全体に関して、まあ、非常にこう、まあ、才能があった人物なんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。ということですね。まあ、これからもですね、ブライアン・ジョーンズの、まあ、こういうね、音楽とか聴いたり、そして、まあ、60年代のね、彼が作ったローリング・ストーンズっていうのをこう聴くことによってですね、まあ、ブライアン・ジョーンズの人物、忍びたいと思います。